どうも皆さんこんにちは、アポロでございます。今回はポケカアプリポケポケやっていきます。いよいよですね、ミュウツー EX を使ったデッキの紹介、そしてねバトルを今回の動画ではしていきたいなと思うんですが、まずはね、パック開封から入っていきましょう。皆さんよろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンね、もうガンガン押していってください。やる気が出ます。はい、行きましょう。まあもちろんね、このミュウツー EX のデッキはこのミュウツーパックですね、こちらから出たカード、はい、たくさん使うことができますので、まあ結構さ、リセマラとかでまあこのパックを引いて始めるっていう方も多いと思うんですよね。まあそんな方におすすめのデッキになっております。はい、まあ榊なんかもね使いますね。っていうか榊はどのデッキでも使います。はい、うん、じゃあ早速ね、まあミュウツーデッキ紹介、そして使っていきましょう。まあねだいぶとんでもないレアリティのデッキになりました。はい、ちょっと見てください。ラルトス2枚、そしてキルリア2枚、そしてサーナイト2枚で、ミュウツー EX 2枚、どちらもクラウンレアでございます。はい、さあそして傷薬2枚、スピーダー2枚で、モンスターボールが2枚、博士の研究が2枚、榊が2枚で、夏目が2枚ですね。はい、まあキーカード、まあもちろんこのミュウツー EX 見てください。まあとんでもない引きしたんだよね、昨日の生放送でとんでもない引きして、まあそちらの様子についてはね、今日の動画の最後の方におまけでつけておきたいなと思います。まあゴッドパックを引いてそっから当てました。はいね、まあ相当かっこいいクラウンレア、まあ最高レアリティなんですけども、まあ粘土弾50と、そしてサイコドライブ150ね。でサイコドライブは150のまあ高火力なんですけども、使った時にですね、このポケモンから超エネルギーを2個トラッシュと、まあエネルギー2つ捨てちゃうことになるんですよね。まあそこをね補うためのカードとしてこのサーナイト、サーナイトはこの特性がねかなり強いです。特性トランスシェイド、まあ自分の番に1回使えると、で自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを1個出し、バトル上のポケモン、バトル上の超ポケモンに、つけるということで、うん、エネルギーの加速ができるんですよね。まあ前回フリーザーデッキで、霞のエネルギーのこの加速が強いって言ったんですけど、まあサーナイトもね、まあ霞ほどじゃないけど、まあエネルギーをまあ通常1ターンに1個しかつけられないところを、まあ2つとかね、1つとか2つとか、つけられるようになりますので、サーナイトがいる分ねつけられるようになりますんで、まあ強いですねと。でこのサーナイトが、これもねミュウツーのパックから出ます。なんでまあリセマラで、まあミュウツーデッキ最初組んで始めたいなっていう方は、まあミュウツー EX をまあとりあえずまあ2枚当てて、でこのサーナイトも1枚か2枚当てるっていう、まあそういう難しいと思うんですけども、まあその辺から始めていただくと、あとはまあ例えばキルリアとかラルトスが出なくても、まあパック開封ポイントですね、まあそちらの方でまあカードを生成っていうことができますので、うん、まあそんな感じでやってみていただけたらなというところでございます。さあじゃあミュウツーデッキね、早速使っていきましょう。やっぱ火力がね高いですよね。はい、まあこれ誰かとやります。フリーザーデッキが結構霞のさ運ゲーみたいな感じになっちゃってたじゃん、霞のコイントスの運ゲーみたいな。うん、そんな感じではないんですよね。このデッキはコイントスとかはないので、コイントスが本当に最弱、弱いっていう方は、まあぜひね、これ使っていただきたいなと。さあ、高校です。はい、まあミュウツーですね。ミュウツー置いて、まあラルトスから行くと、ちょっとやられちゃうかもしれないので、まあこれで準備完了で行きましょう。さあ、ファイヤーですね。うん、ファイヤーでもこっちも、もう
キルリア・サーナイトって見えてるんで、その辺はかなりいいかなと。このミュー 2EX のクラウンレアで圧をかけていく。いや、ほんと昨日すごい引きだったんだよね。やっぱりね、自分が大好きな企業の、この、ねえ、うわ、かっこいい、ファイヤー。かっこいい。ファイヤーかっこいいなぁ。ファイヤー好きじゃん、お相手。ファイヤー大好き人間みたいな。ファイヤーも、これね、加速ができるんで強いんすよね。はい。で、つけていきます。まあ、エネルギーはミュウツーに貼っていいかなと思います。で、博士の研究ですね。はい。博士の研究、傷薬。うん。まあまあまあ。悪くないかなと。はい。ターンエンドです。まあ、このターンは何もできません。一ターン目からいきなりガンガンいけるみたいな、そういう感じではないです。うわ、レッドカードやだね。うわー、そこのレッドカード強いわ。強い。いや、ちょっと強すぎる、それ。レッドカードは、さっきの、まあ、お相手が使ったみたいに、あのね、相手が博士の研究を使ったタイミングで、使ってあげるとね、かなり強いので、うん。まあ、皆さんも真似してみてください。はい。さあ、ここはミュウツー使っていきます。はい、ミュウツー。まあ、でも夏目そこで使ってくれて逆にありがたかったかもしれない。まあ、ここはスピーダーで、ラルトスの、はい、ラルトスゼロエネルギーでね、逃げられるようにして、逃げて、ミュウツーを出していきます。はい、ミュウツー。いやー、でもな、先が見えてただけに、嫌ですね。さあ、粘土弾で。粘土弾2発で破壊していきましょう。ね、キルリア・サーナイトまで見えてたんで、まあ、そこまで進化できちゃえばさ、ね、加速して、エネルギー加速して、いきなりサイコドライブ打って、カチってできたんですけど、それが崩されちゃったのがね、結構痛い。まあ、リザードンデッキなのか、お相手は。これ逃がしてきますかね。うん、逃がしてファイヤーにして、この劣化の舞ですね。これでコイントスして表が出た分だけ炎エネルギーをベンチの炎ポケモンに好きなようにつけると。裏、うーん。ファイヤーも強いよね。ファイヤーまだ持ってないんだよな、でも。はい、モンスターボール。さあ、そしてラルトスですね。ラルトス。さあ、そして、まあ、超エネルギーをつけていきます。はい、粘土弾です。うん。まあ、キルリア引きたいですね。なんかその進化後のポケモンを引けるっていうさ、集められるっていうカードがまだないのでね。まあ、今後、まあ、スーパーボールとかさ、ハイパーボールとか出ると思うので、その辺楽しみだよね。ハイパーボールが確か好きなポケモンを持ってこれるみたいな能力じゃなかったっけ？うん、なんかよくね、使ってた気がする、ハイパーボール。はい、表。いや、強い。それ強い。リザードンの、いや、リザードンがね、強いんすよね。これどうだろうな、何出してくるかな、相手。ここで夏目使ったら。ここで夏目使ったら何使ってくるかね。ちょっと一回夏目使います。はい。真ん中のファイヤーかな。まあ、そしたらサイコドライブ打ちますけども。まあ、真ん中のファイヤーか。まあ、そしたら、まあ、落とします。サイコドライブ。ね。まあ、EX ポケモンなんで、プラス2ポイント。まあ、威力が高いんでね。これに榊とか乗せれば、160点出るので、まあ、強いですね、と。あ、でも、ファイヤーこっち出してきたわ。スピーダーがあるんですかね。
もうそれ取られたら負けちゃうけど。はい、相手が降参しました。ああ、勝ちです。いやー、輝いてる。いいね。いや、でもね、ちょっとこのサーナイト使った時がやっぱ強いので、その辺をね、皆さんにお見せしていきたい。はい。では、次の試合行きましょう。はい、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。行きましょう。まあ、初手ミュウツー。ああ、いいですね。ラルトス、キリリア、サーナイトしっかり揃っているので、かなりいいかなと。思います。さあ、バチンウニ来ました。バチンウニ。まあ、モンスターボールで、ドローしましょうかね。ドローして、ラルトス。はい、ラルトス出します。いや、博士の研究をここで使うかだよな。使ったらなんか、レッドカードされちゃう気も、そしたら嫌だなって思ったりもするんですけど、まあ使います。はい。さあ、キルリア、モンスターボール。いや、悪くないですね。これで、まあモンスターボールで、さらにミュウツーを引いていけるっていうね。はい。まあ序盤かなりいい流れかなと思います。やっぱベンチに、まあミュウツー EX がいてくれると、相手がさ、例えば夏目使ってきたときに、だったらまたミュウツー EX を出しましょうってなるので、いやだから、2体引けてるっていうのはすごくいいんですよね。余分なポケモン入れたくない、あんま入れてないっていうのはまあそういうところもあります。はい。さあ、まあレッドカードとか使って、手札をチェンジされなければまあ OK ですかね。はい、スピーダーで、まあ、逃げてくる。サンダーも確かね、サンダー自分持ってないですけど、これ確かね、コイントスなんよな。ハリケーンサンダー。ハリケーンサンダー怖いね。さあ、こっからね、行かせていただきましょう。キルリア。キルリア、キルリア。さあ、そして、エネルギーを張っていくと。まあ、夏目使えますけどね。バチンウニと、まあ、チェンジしちゃうっていうのもありだけどな。無駄に使わせるために。まあ、夏目使っちゃいましょうか。はい。これで、無理やりチェンジして、まあ、エネルギーを、ね。無駄に使わせたいっていう感じですね。サンダーデッキも面白そうだな。そのコイントス系は。ギャンブルデッキですからね。はい。さあ、さらにサンダー。まあ、だからバチンウニとりあえず落として、サイコドライブで潰すと。わー、いいですね、これ。これだったら3台いた方が良かったな。これ何がすごいかって、サーナイト、サーナイトで行くじゃん。これが理想です。そうすると、特性2回使えるんですよ。つまり、このエネルギーが、1ターンに3つ貼れるんですよね。超エネルギーを。強いでしょ？これでもうサイコドライブ打っちゃいます。はい、サイコドライブ。こんな感じ。これがミュウツー EX デッキの強いところ。いや、でも強いでしょ。いや、でも4回投げて表の数かける3、50ダメージなんで、だから、まあ、2回、裏。悩んでるね。ハリケーンサンダーマジかよ。行かれてしまいました。いや、ちょっとこれはまずいですね。だいぶまずいですよね。いや、痛いな。
相当痛いな、これ。まあ、自分もあいつ落とせば勝ちなんですけど、相手のだから次のハリケーンサンダーが、どうなるかですね。いや、強いな。コイントス強えな、相手。羨ましい。自分コイントス弱いので、羨ましいですね。はい、傷薬。サンダー EX デッキ。いや、だから夏目でチェンジしない方がね、結果的に、こんだけ来るんだったらよかったけど。さあ、裏裏裏。いや、でも200出んの強いな、それ。最高。おいおいおい。うん。危ない危ない危ない。危ねえ。ガラガラとはまた違った強さがあるね。はい。まあ、こうしたらもう最後は、自分はサイコドライブを打つだけと。はい、ありがとうございました。まあ、でもこんな感じでサーナイトでエネルギーの加速ができますんで、そこが強いねっていう。ね。まあ、ここがミュウツー EX デッキの強いところかなと思います。はい。まあ、種ポケモンでいきなりミュウツー出せますしね。危なかったっすね。ちょっと相手のサンダー強かったなぁ。はい、ゆうゆうさん、ありがとうございました。ナイスゲームでした。いや、サンダー組みたいな、自分もあれ。組みたい。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。行きましょう。まあ、さっきはね、サーナイト使って結構いいムーブができたので、まあ、あんな感じですね。序盤ラルトス出して、進化させて、はい。サーナイトにして、エネルギーをね、たくさん、ミュウツー EX に貼っていくっていう。はい。チュリネ。どういうデッキなんだろう。草デッキですね。はい。博士の研究。はい。榊、そしてサーナイト。最初のターンはエネルギーを貼れません。先行はね。さあ、どうでしょうか。キャタピー。ちょっと吸い取られるわ。ちょっと吸い取られました。はい、ラルトス。ラルトス、そしてキルリア。さあ、エネルギーをつけていきます。で、ターンエンドですね。はい、ここで榊使ってもあんまり意味がありませんので、ターンエンドで、不思議だね。やっぱ不思議花 EX かな。結構体力が高いんだよね。はい、で、20食らったら傷薬で回復しましょうねっていう、そんな感じですね。はい、博士の研究、ドローします。あー、いやー、ちょっとごめん。これ、博士の研究じゃなかったな。ここはね、ここはね、榊でよかったっすね。榊で、プラスして、あのね、この粘土弾が50なんですよ。落とせないんで、榊でチュリネ落としちゃって、ね、次のターンに、次のターンからもサイコドライブでゴリゴリ行くっていうのが良かったかもしれないですね。そこのね、意外とあんだよな、そういうのが。ポケカやってて。はい、ちょっと吸い取る。ちょっと吸い取られていく。はい、ミュウツー EX いいですね。そうしましたら、そうしましたら、二つ、二体ですね、エネルギーが溜まってるミュウツーを作りたいんですよ。なので、スピーダー使って、こっちのミュウツーをもう逃がしちゃいましょう。
はい、逃がしてこっちのミュウツー出します。ね、2つエネルギー溜まってるやつが、でサーナイトのこのトランスシェイドは、まあ、このバトル上に出てるポケモンにしか貼れませんので、ベンチには貼れません。うん、なのでこんな感じで貼っていって2つ準備して、まあ、どっちも打てるぞっていうね、どっちでもサイコドライブ打てるぞっていう、まあ、そんな状況を、作っておきたいですね。はい、プラス1ポイント榊をね早めに使っておけば、あと一旦早くですねチリに落とせたんですけども、まあまあまあ、うん、不思議花がね落ちないんですよね。一旦じゃ落ちないんだよな。ここはこっちのミュウツーにかけます。はい、でトランスシェイド、さらにトランスシェイド、はい、で2つ準備して粘土弾ですね。不思議花 EX がな、190ですからね。ちょっと体力が多いんだよな。ジャイアントブルーム、このポケモンの HP を30回復か。いや強いですね。まあでもだからそこでサイコドライブをね2つ打てるようにしといたのが結構効いてくるかなっていう。うん、で後ろに貼りますね。はい、サイコドライブ、まあ、もう普通に打ちます。はい、40と。これでまあだから相手に落とされてもベンチのミュウツーを出して、もうこっちは準備できてますからね。こっちで勝っていくっていうことを、していきましょう。はい、エリカ、エリカすごいね回復。エリカ傷薬、いやちょっと榊を使わないでいたのがちょっと甘えになっちゃうかな。うん、はい、取られてしまうんですけども、ただはい、準備してあるぞということで、オッケーオッケー。はい、最後はサイコドライブですね。なるほどね、不思議花そんな感じなんだ。エリカのね回復が強いね。結構リーサルをずらせるというか、まあでもこんな感じで、あのサイコドライブ、あの燃費が悪いんですよ。燃費悪いんですけど、そこをサーナイトで補って戦っていくっていうのが、ミュウツー EX のデッキかなっていうふうに思います。はい、まあぜひね、ミュウツー当たった方はね使ってみていただきたいなということで、いかがでしたでしょうか。はい、まあ皆さんね、よろしければチャンネル登録ね、モチベーション上がりますんでガンガン押していってください。はい、でまあこのデッキを当てた時の、あ、このデッキじゃなくてこのミュウツー当てた時の、まあ、ゴッドパック引いた時のね、まあ、おまけを最後見ていただいて終わりにしたいなと思います。はい、まあ、改めてデッキはこんな感じですね。まあ、ミュウツーパックを引けば、まあ、大体当たりますので、頑張って揃えてみてください。はい、ではまた次の動画、そして生放送でお会いしましょう。ではおまけをどうぞ。はい、不思議種のこの、わー、ゲンガー EX、 ミュウツーのね、ミュウツーの一番レアのやつ当たった。最高レアリティこれ。当たった、嬉しい。これ一番レアだよね。びっくりした。クラウン
クラウンレア。なんかこのパックすごくない？なんかこのパックすごいぞ、なんか。え？なにこれ？全部スペシャルアートなんだけど。全部スペシャルアート？え？え、そんな。ゴッドパック？ゴッドパックあるんだ。嘘。うわー、嬉しい。え、ちょっとやばいパックあったな。どれだ。うわ、6パック目やばいだろこれ。これゴッドパック？ほら、これがゴッドパック？すごい。DNA ベイスターズじゃん。え？ 0.01% を2枚引く。え？どういうこと？ベイスターズパワーですかね、これ。DNA の出してるゲームなんで。いや、マジかよ。